はい、どうも皆さんこんにちは、ベイさんです。今回は呼び出し機能付き高さ無限の大型エレベーターの作り方を紹介したいと思います。このチャンネルでは毎日レッドストーン回路の動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。また高評価とコメントをしてくれるとすごく嬉しいです。でね、今回作る回路はこんな感じで、ボタンを押すと動くエレベーターとなっています。でね、前も後ろもガラスで作られています。でね、こんな感じでしっかりね、エレベーターの扉が作られているので、間違って落ちてしまうということもありません。でね、この回路呼び出し機能もついているので、こんな感じで下にあるエレベーターを上へと連れてくることも簡単にすることができます。到着するとこんな感じで扉が開きます。でね、この回路一見難しそうに見えるんですけど、実はね、意外とシンプルな作りで簡単です。ですので最後までぜひご覧ください。それでは早速作り方を紹介していきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。ではまず横幅が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、奥行きがここを含めて 1,2,3,4,5 ですね。5×10 のスペースを掘っていってください。はい、5×10 のスペースを掘ることができたでしょうか。そしたら、さらに深さを 1,2,3,4 ブロック分深くしていってください。こんな感じですね。合わせて5ブロック分掘ることになると思います。はい、で、5×10 のスペースを掘ることができたらですね、エレベーターがひっつかないためにさらに両側に1ブロックずつ掘っていってください。つまり、実質12ブロック分スペースを使うということになります。まあね、ここは黒曜石などに変えておけば別に問題はないのですが、念のためね、ブロックがひっつかないように掘っておきたいと思います。はい、それでは回路を組んでいきます。ではまず壁から1、2マス離れたところに、このように横1列にレッドストーンパウダーを設置していきます。こんな感じですね。両サイド2ブロックずつ空いているかと思います。レッドストーンパウダーは合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8 ブロック分ですね。8ブロック分レッドストーンパウダーを設置します。でね、この端っこはこのように 2×2 で4つずつになるように、さらにレッドストーンパウダーを設置していきたいと思います。で、レッドストーンパウダーを設置できたらエレベーターを作っていきます。ではね、まず左側のエレベーターから作っていきます。ではまずこのように2×2 で4つオブザーバーを下向きで設置します。で、そうしたら奥側に蜂蜜ブロックを2つ。で、手前側にこのようにスライムブロックを2つ設置してください。で、そうしたらこのね、蜂蜜ブロックとスライムブロックの横にピストンを2つ設置します。で、ピストンを設置できたら、こちら、で奥側は2つ縦に蜂蜜ブロックを、で、手前側はスライムブロックを2つ設置します。で、そうしたらこのね、2つの蜂蜜ブロックとスライムブロックの上に 2×3 でブロックを設置します。これはね、ピストンで動かせるブロックにしてください。でね、この横にも床をつけておきます。で、そうしたらですね、こちら側に蜂蜜ブロックを 1,2,3,4 つ設置してください。でね、こちら側にはスライムブロックを設置します。で、そうしたらこの1段目にね、このように普通のピストンを横向きで設置。でね、このピストンを見るようにオブザーバーを2つ設置します。でね、このオブザーバーの後ろにはこのように粘着ピストンを設置してください。で、粘着ピストンを設置できたら奥側はこのように3、4、5つ蜂蜜ブロックを縦に設置します。手前側はスライムブロックを5つ設置してください。で、そうしたらこのね、下から2段目のところに両方ともこのようにオブザーバーを設置。でね、オブザーバーの後ろには粘着ピストンを設置します。で、そうしたらですね、このスライムブロックと蜂蜜ブロックの一番てっぺんのところに下向きで粘着ピストンを設置。で、その下にはね、普通のブロックを設置してください。で、次はこちら側ですね、反対側のてっぺんにこのように2つピストンを設置。で、ピストンを設置できたらこのように奥側に2つスライムブロックを設置。で、手前側には蜂蜜ブロックを設置します。でね、このピストンと蜂蜜ブロックやスライムブロックの間には1ブロック分隙間を空けておいてください。でね、これ素材、この他のところとは違って反対になるので気をつけてください。で、そうしたらね、ここに天井をつけます。はい、そうしたらですね、このように仮ブロックを設置していただいて、このね、仮ブロックを見るようにオブザーバーを上向きで設置します。はい、こんな感じですね。そしたらね、まだ仮ブロックはまだ絶対に壊さないでください。で、そうしたらこのように下側にやって、
ってきて、ここに、このように、黒曜石を設置します。で、黒曜石を設置できたら、このね、仮ブロックは壊してあげてください。それではね、反対側も同じようにエレベーターを作っていきます。で、今度は先にね、こちらに黒曜石を設置しておきましょう。で、そうしたら、このレッドストーンパウダーを見るように、オブザーバーを設置。で、あとはね、もう本当に左右対称に作るだけなのですが、このように蜂蜜ブロックを横に3つ、で、縦に3つの L 字で作ります。で、スライムブロックも同じ形で作ります。で、この黒曜石の上には、このように普通のピストンを設置。で、普通のピストンの上には、蜂蜜ブロック2個、スライムブロック2個を順に設置します。でね、この蜂蜜ブロックとスライムブロックの周りには、このように床を作って、その上に、ね、2×3 で壁を作ります。で、そしたらね、天井も先に作っておきましょう。はい、そしたら、このね、スライムブロックの1段目に、このように普通のピストンを設置。で、このピストンを見るように、オブザーバーを設置して、このオブザーバーの上に、粘着ピストンを設置してください。で、そうしたら、奥側には蜂蜜ブロックを5つ。で、手前側には、スライムブロックを5つ設置します。で、こちら側にやってきまして、粘着ピストンを2つ。で、普通のブロックを2つ。で、オブザーバーを粘着ピストンの順番に設置します。こうですね。横から見るとこんな感じです。粘着ピストン、ブロック、オブザーバー、粘着ピストンの感じの順番になっています。で、この裏側ですね。裏側は普通のピストンを下向きで設置。で、そうしたら、スライムブロックと蜂蜜ブロックの位置を入れ替えて、2つこのように設置します。でね、仮ブロックを設置して、その仮ブロックを見るようにオブザーバーを設置してください。こうですね。で、下黒曜石でしっかり止まっていることを確認してから仮ブロックを壊します。はい、これでね、エレベーターの原型はできました。そしたら上の階を作っていきたいので、このように黒曜石の柱を立てていきます。で、黒曜石の柱を立てたら、しっかりエレベーターがね、すべて止まるように、ここね、壁、床、天井を作っていきます。こんな感じですね。で、ここから端、しっかりね、確認しておいてください。これね、変なところに天井があると変な位置で止まってしまうので、しっかりね、これ端っこが、このピストンの上になっているか確認してください。そうしたら、これね、壊しておきます。はい、これで天井ができたので、この黒曜石から一段上げたところに、左右両方とも、レッドストーンランプを設置します。でね、レッドストーンランプの斜め下に、この黒曜石を設置してください。反対側も同じですね。こんな感じで黒曜石を一段下げて設置します。こんな感じでね、レッドストーンランプの下は何もないようにしてください。はい、それではですね、このエレベーターを発進させたいと思います。このね、レッドストーンパウダーのどこか、ここら辺にね、レバーを設置して、このレバーをオンにします。そうすると、こんな感じでエレベーターが上へと上がっていくはずです。はい、しっかり動いているでしょうか。はい、正常にね、できていればここでぴったり止まるはずです。これうまく止まらないとね、壊れてしまうので本当に気をつけてください。はい、それではエレベーター本体ができたということで、回路をね、組んでいきたいと思います。ではまず、この蜂蜜ブロックの上に、このようにかまどを設置してください。で、かまどの中には、剣を入れてください。別にアイテムは何でもいいのですが、一つだけアイテムを入れてください。で、そうしたらですね、このかまどの斜め下に、このように黒曜石を設置。で、この黒曜石の上には、かまどの中身を調べるように、コンパレーターをね、設置します。で、コンパレーターを設置できたら、このコンパレーターの横と、その一段下に、このようにブロックを設置して、このブロックの上にはレッドストーンパウダーを設置します。でね、このレッドストーンパウダーがついているブロックの外側の側面に、このようにレッドストーントーチを設置。で、このレッドストーントーチの一段下ですね、ここにブロックを設置して、これをね、その上にレッドストーンパウダーを設置します。反対側も同じですね。一段下げたところにブロックを設置して、その上にレッドストーンパウダーを設置します。そうしたら、このね、内側にやってきて、このレッドストーンパウダーがついているブロック、レッドストーンパウダーその上に粘着ピストンを3つ設置します。でね、粘着ピストンの前には、このように
ブロックを設置しておきましょう。こうすることでエレベーターが離れた時に扉が閉まる仕組みを作ることができました。はい、それではね、エレベーターを発進するためのボタンを設置します。で、どこに設置するかというと、ここですね。この開く用の扉があると思うので、ここにこのように壁を作って、ここにボタンを設置。で、そうしたらボタンの1ブロック下にこのようにブロックを設置して、で、ブロックを設置できたらこのブロックからこのように2ブロックつなげます。で、この一番先のここはですね、このようにオブザーバーを上向きに設置してください。顔がこちらを向いていれば OK です。で、そうしたら、先ほど設置したオブザーバーとブロックの上には、レッドストーンパウダーを設置してください。でね、次なんですけど、このレッドストーンパウダーを見るように、このようにオブザーバーをね、設置してこのようにグイーンとつなげていきます。で、ここまで設置できたら、オブザーバーの上にブロックを設置。でね、こんな感じで、このレッドストーンランプにつながるようにブロックをつなげます。で、このようにね、ブロックをこちら側までつなげていって、こちらのね、レッドストーンランプともしっかり動力がつながるようにしていきます。で、先ほど設置したレッドストーンパウダーとレッドストーンランプの上には、すべてね、レッドストーンパウダーをつなげます。これね、しっかりレッドストーンパウダーがレッドストーンランプの上についているか確認してください。これでね、ボタンを押してしっかり下へと動く回路ができました。で、そうしたらですね、次は下の回路を組んでいきます。ですので、このオブザーバーをこのように下へとね、どんどん下げていってください。ここら辺まで下げていってください。で、どこまで下げるかというと、ここが地面の高さなんで、この地面に1個ちょうど埋まる高さ。までオブザーバーを設置します。で、そこまでオブザーバーを設置できたら、オブザーバーの下にブロックで、その1ブロック開けて、さらにこのようにブロックを設置で、ここからね、階段状に下ろすようにブロックをさらに続けて設置していきます。でね、そうしたら先ほど設置したブロック、階段のところにこのようにレッドストーンパウダーをつなげて、このね、たくさんのレッドストーンパウダーにつながるようにレッドストーンパウダーをつなげてください。はい、こんな感じですね。そこまでできたら、このボタンを押してね、エレベーターを発進させましょう。はい、ここまでね、しっかりエレベーターを動かすことができたでしょうか。では、そうしたらね、次は下の階にもエレベーターの扉をつけていきます。ですので、このかまどの斜め下に黒曜石を設置。でね、かまどの中身を調べるようにコンパレーターをね、両方設置します。で、コンパレーターの後ろと、その1ブロック上げたここに、このようにブロックを設置。で、このブロックには両方レッドストーンパウダーを設置します。でね、レッドストーンパウダーの外側にはこのようにレッドストーントーチを設置して、その1段下にブロック。で、レッドストーンパウダー。で、反対側も同じように1マス下げて、ブロックを設置。で、そこの上にはレッドストーンパウダーをつなげましょう。でね、このように。ブロック、レッドストーンパウダーで、レッドストーントーチの横に粘着ピストンを設置して、その前にブロックを設置。で、反対側もね、同じように3つ粘着ピストンを縦に設置して、このようにブロックをその前に設置します。はい、では、下側をね、同じ場所にボタンをつけたいと思います。ここですね。上と同じ位置になると思います。で、そうしたらこの1段下がったところにブロックを設置。で、その上にはね、レッドストーンパウダーを設置してください。で、レッドストーンパウダーを設置できたら、このレッドストーンパウダーの横にこのようにブロックをつなげて、その上にこのようにレッドストーンパウダーをもう一つ設置します。でね、ここ1段下げてガラスを設置して、その上にレッドストーンリピーターを設置してください。リピーターのチェーンはそのままで OK です。これでね、回路は繋がりましたね。なので、一回ね、ボタンを押して試してみましょう。こんな感じでしっかり動いてくれるか確認してください。で、次はね、下のボタンでしっかり呼び出し機能を使えるようにしたいので、回路を組んでいきます。で、まず、このように、1、2、3、4、5、6つブロックを設置。で、そうしたら一番最初のところにリピーターを設置して、その先に5つレッドストーンパウダーを設置します。でね、この一番先端のレッドストーンパウダーを見るようにして、このようにオブザーバーを上へ上へとつなげていきます。こうですね、ここら辺までつなげられたでしょうか。で、ここまでつなげられたら、ブロックをオブザーバーの後ろに設置して、さらにね、ここのレッドストーンパウダーとつなげるようにブロックを設置します。で、このね、ブロックの上にはレッドストーンパウダーを設置して、このね、レッドストーンランプとつながるようにしておきましょう。では、そうしたらこのね、ボタンを押してしっかり呼び出し機能が動作するか確認してください。はい、こんな感じでね、しっかり動作しているということが分かりました。これでね、回路は完成したので、
あとは本当に装飾をするだけで完成です。ではまずこのね天井をこのようにシーランタンなどに変えてみます。でまずですねこんな感じでエレベーターを隠すための壁を作っていってください。でここもね天井をしっかり作って、これねエレベーターに乗るための床もね作っておいてあげましょう。こんな感じです。で外側もね油断せず作っていきましょう。でここですね、ここはこんな感じで黒曜石を使って装飾をしていってください。ここね両側はスライムブロックなどが通っていくので黒曜石などではないとブロックがね変な風にひっついてしまって回路が壊れてしまいます。でねここ外側はガラスで囲っていってください。こんな感じですね、ガラスで囲うとなんかいい感じに見えるのではないでしょうか。はい、ではそうしたらこちらもですねこんな感じでガラスを設置していきます。でこのねガラスを設置したらガラスの両側はこんな感じで黒曜石で埋めていきましょう。ここもね黒曜石じゃないと回路が壊れてしまう恐れがあるのでよく注意してください。でそしたらねこのように柱の周りを壁で囲っていきます。こんな感じですね。そうしたら一旦エレベーターをね上へと動かしてみます。はい、で2階もねこんな感じでしっかりエレベーターがね隠れるように回路を隠していってください。ではもちろん2階もこんな感じで床を作っていきます。でねここガラスじゃなくて普通のブロックに変えておきましょう。はい、こんな感じですね。で天井もしっかりつけていきましょう。でねここは天井に合わせて普通のブロックに変えておいて上げてください。はい、こんな感じでね回路の装飾は終わりじゃないかなと思います。であとはね適当にランタンでもつけておきましょう。ランタンをつけるとねだいたい綺麗に見えるのでおすすめです。はい、こんな感じですね。はい、それではね最後に動作確認をしてみましょう。こんな感じでボタンを押してしっかり動くか確認してください。でね装飾の際に変なところにブロックを置いてしまうと変な風に回路が止まってしまったり変な動きをしてしまったりする可能性があるのでよく確認しておいてください。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。コメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問など受け付けているのでぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。